まあ難しいな。だからそのコスメっていうかコスメ系のものを使いたくないわけでもないけど、うん、使うけど香水もありなんじゃないですか。もう何も書いてないボトルとか、リコ水みたいな感じでバーム状にして髪にも使えて、髪に塗るだけで勝手に香水として匂いが出るよとか、そういうのじゃないとダメですよ、ね、それはありですよ。ありですよね、うん、全然ありです。そう、何かのついでに作るエントリーアイテムみたいなのを作って、そこからエントリーからもうちょっとディープに行くとこうなるよっていうバックエンド作るみたいなのはもうやんなきゃいけない。最初のそれが売れないとね。そうそうですね、うん、そうなんですよ。日焼け止めも、日焼け止めはだからしなきゃいけないからするかもね。もうゴルフ場に置いとくと売れますよ絶対。わあ、その発想ないな。そうですね、うん、絶対売れると思う。確かにゴルフ場に置くのいいかも、うん、ゴルフ場に置いてほしいな普通に。それいいですね、うん、なんかちょっと高めのねゴルフ場に。そうですね、まあでも普通にアコーディアとかと提携しても売れそうですけど、ね、そうですね、全然売れそう、うん、ちょっと一歩進んだ日焼け止めみたいな。そうそうです、そうです、その感じ、うん、日焼け止めもなんかみんな超適当だから、あ今日忘れてきたから。だから若い頃はあんまりなんか何も考えずに、うん、もうどんどん日焼けしちゃって、うんうん、でシミがわーって出てきて、うん、中高年になってあやべやべってなって日焼け止めを塗るようになったんですよ。スキー場とか海に行くと、うんそうね、もうやばいって分かってるから、海とかだと体ね全体を焼いちゃう。そうそう、顔だけだったらまだねあれですけど、なんで日焼け止め塗り始めて、あこれゴルフ場とかでも塗らなきゃってなって、うんうんうん、日焼け止めはねやってくるんですよ。そうですね、絶対。そう、最近やっとでもなんかみんな分かってきた感あります。日焼け止めは男性日焼け止めは特にアウトドアをやる人はもう絶対やんなきゃいけないと思う。やっとですよ。でも大悟さんがありがたかった。大悟さんが日焼け止め塗らないと肌劣化するよみたいな、よかったと思って。日焼け止めです。